宇野広報は日本の音楽評論家、指揮者、東京都生まれ、国立音楽大学生学科卒。父は漫談家の牧野周一、長尾唐の宇野孝二は牧原孝二の芸名で、ジャズシンガーとして活動、自邸の宇野道義は帝京大学助教授を務めた。なお広報は筆名であり、本名は宇野伊佐夫である。 あまりに体が弱かったため父の牧野から心配され、甲が23歳の時牧野が生命判断によってもらってきた名前が広報であると言う。以前は、宇野広報を宇野勲と読み筆名としていた。1930年5月9日、万談家の牧野周一の長男として東京に生まれる。4歳の時に同様の会、金の鈴子供会に入り、 小学校5年生まで、ここで動揺を歌っていた。旧制東京府立第4中学校在籍中に学生改革にあい、東京都立第4高等学校を卒業、同校在学中にも合唱活動に熱中していた。早稲田大学英文化と上智大学英文化に合格し、校舎に入学するも合唱部のレベルが低いので入学金を払っただけで中退した。 1950年秋から、テノールの足崎良造の下でレッスンを受け、6年かかって国立音楽大学生学科に入学する。この間に体を壊し、肺結核で闘病生活を送ったうのは1952年、敬愛する指揮者、ブルーノ・ワルターに手紙を出したところ、ブロマイド付きの返事を得た。これがきっかけとなり、ディスクにおいて、 ブルーノ・ワルターの芸術を執筆し、評論家としてデビューすることになる。しかし、音大入学前より、合唱指揮者を目指していた宇野にとって、評論を制御にすることは、当初、不本意だと感じていたようである。ともあれ、数年後には、レコード芸術との付き合いが始まり、やがて数多くの雑誌で、執筆活動を行うようになる。1963年頃、合唱会史上で、 草壁義彦、佐々金次と共に定談による演奏批評を行っていたこともある。2016年6月10日、老衰のため没した。86歳坊津。口述のように、宇野は独自の評論感を得意な筆致で、断定的に書き上げる批評には熱心な信奉者があった反面、嫌う者も,も多かった。1989年に講談社現代新書から出版した。 クラシックの名曲、名版がベストセラーとなったことで知名度と人気が高まり、宇のの独断的な批評も一般の認知を得る形となった。文筆を行う一方で、整形大学や帝京大学、後と学園女子大学の合唱団の常任式を務める。1960年代から KT と女性合唱団を主催。1978年からはオーケストラの式も始め、 日本大学還元楽団を皮切りに、新生日本交響楽団、アンサンブル桜、大阪フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団などと共演した。合唱、還元楽の両分野で多くのレコード、CD が発売されている。音楽面以外の趣味としてはヨハシラスイメがある。著書、言い,いカオルダイにはヨハシライメと演奏家たち。 よはしら水名で、ショパンの誕生日を推理するという章がある。また、プロ野球では、近鉄バファローズのファンで、日本で一番大リーグのベースボールに近いのが、バファローズと語っていた。本人の主張によれば、常に自分だったらどう演奏するかを頭に置き、演奏家の視点を反映させて評論しているから、主観的になるのは当然だということである。断定的な言い切り表現が多用され、 悪いと感じた演奏に対する遠慮のない、辛口表現が用いられる。この他、切れば、血の出るような、交際陸里たる、刻のある響き、命をかけた遊びなど、彼特有の言い回しは多い。その悪の強い文章は、しばしば、クラシックファンの揶揄やパロディの対象となる。クラシック悪魔の辞典には、うの語という項目があり、神が、うの広報だけにしよう お許しになったと言われる独創性に彩られた最高級の文切り言葉と解説されている。人気や交換の評判などに関わらず良くないと思った演奏や演奏家はばっさり切り捨てるが優れていると思った演奏は普段国評ばかりしている演奏家のものであってもしっかりと褒めている。例えばカラヤンには総じて批判的だが褒めるときは思い切って激笑している。 また、音楽評論家である以上、好き嫌いではなく、良し悪しを語らなければならない。とも述べる。日本におけるクラシック音楽需要を語る上で、宇のの影響は無視できない。例えば、日本では長年、色物的な扱いに甘んじていた指揮者、ハンスクナッパーツブッシュを風潮にとらわれず、長年にわたり一貫して評価したことは、クナッパーツブッシュのディスクが、 レコード店の店頭から消え去るのを防ぐ一助となった。また、うのが、著書、名演奏のクラシックで褒めちぎったピアニストである、エリック・ハイドシェックは、それ以後日本での演奏機会が激増し、廃盤になっていた数多くのディスクも、再発売された。ハイドシェックの来日公演の際、うのは指揮者として、ピアノ競争曲の伴奏も務めている。また、日本人指揮者では、 朝日奈隆を支持し続け、20世紀末には朝日ナブームとも言うべき社会現象を巻き起こした。それを通じて朝日ナが得意としていたブルックナーをクラシックファンに浸透させていった業績も見落とすことができない。他にはオットー・クレンペラーやロブロフォンマタチッチ、エフゲニー・ム・ラビンスキーなど、いわゆるスケールの大きな演奏をする演奏家。 個性的な演奏をする演奏家を擁護している。逆に、一見淡々としているが、ニュアンスや香りの深い演奏家にも、好意的であり、クレメンス・クラウス、カール・シュー・リヒト、オトマール・スイトナー、ポール・パレーラが挙げられる。ハイド・シェック賛美に関しては、黒田京一や渡辺和彦らが、直接的ではないものの、宇のの賛美を、遠回し的に嘲笑する発言をしている。 評論家としての知名度の高さゆえに、指揮活動が隠れてしまっている面は否めないが、本人は合唱指揮者が本職だと主張している。宇野が指揮したレコード、CD はプライベート版を含めて、のべ50枚以上に及ぶが、合唱の分野はそのうちの約7割を占める。彼は合唱の中でも、とりわけ女性合唱に魅了され、モーツァルトの体幹ミサや魔敵、マテキ 日本の昔の歌謡曲などを女性合唱曲に編曲し、日本女性合唱団などで演奏している。オーケストラ指揮者としての宇野は、レパートリーを古典派とロマン派に絞っている。とりわけ、モーツァルト、ベートーベン、ブルックナーが中心になっている。アマチュア団体のアンサンブル桜を指揮した CD をいくつか発売しているが、その解釈は独特なものである。ありがとうございます。